キングプリンスの高橋海斗が3月30日放送の筋トレ毎週土曜昼1時30分から2時30分日本テレビ Hulu でも配信の高橋海斗のどっちがウミンチュでしょうのコーナーで万華鏡作りに挑戦高橋が大人の万華鏡すごいと目を輝かせる一幕があった写真中川大志後輩との共演が出演を決めた理由 高橋海人主演、95、に出演。高橋が超一流職人に下克上。前回、高橋が挑戦した抽象画を解雇しながら番組が進行。劇団一人から、天先生、初期の頃は調子良かったんですけどね、最近メッキがお剥がれに、といじられながらも自信を聞かれた高橋は、めっちゃあります。と自信たっぷりに回答する。今回挑戦するのは、 海外の王室にも献上されるステンドグラス製の大人の万華鏡。対戦相手は、世界大会で8度制した職人歴30年の万華鏡アーティスト、山見浩二さん。山見さんが手掛けた万華鏡を除いた高橋は、こんなに変わるんですか同じ景色になかなか出会えない、と驚いた様子。山見さんも、二度と出会えない、と話す。山見さんの作品に触れた高橋は、 大人の万華鏡すごい。と目を輝かせていた。万華鏡作りがスタート。通常の鏡よりも10倍高い鏡をカットする場面では、途中で割れてしまうなど苦戦を強いられ、高橋は、先生すいません、と苦い顔を浮かべる。山美さんから、鏡をカットする際は一定の程よい力でラインを引くのがコツだ、と教わるも再び失敗。うわぁ、と頭を抱えた高橋。 鏡の切れ端で練習をしながら、3枚の鏡を切り出すことに成功した。また、ミラーを入れるボディ作りでは、山見さんから、初めてでこんな綺麗にできないですよ、と褒められていた。続いて、ガラス素材を集めるオブジェクト作りに取り掛かると、高橋は、バランスはいい感じに組めてると思うな、と語り、色彩的なところはね、プライドというかありますよ、と自信たっぷりに語った。 ボディにオブジェクトをつけて試作品が完成。山見さんからのアドバイスを受け、高橋は、よし、頑張ろう。時合を入れ直し、スタジオでもし全員騙せたら、先生の作品が欲しい、とおねだり。これが欲しいと手に取ったのは、ナローミニロン、という作品。高橋は、みんな騙せたら、そんな奇跡なかなか起きないと思うんですけど、もし起こせたらマジで欲しいです。 と話すと、山見さんも快諾した。万華鏡の完成度にスタジオから驚きの声、VTR の冒頭で、アートブランクを感じている、とこぼしていた高橋だが、今回は頑張りたいですよ。全員騙し、したいね、と、にこやかに気合を入れて挑んだ。山見さんの作品をおねだりしてからは、それを目標にした高橋が、勝ったら万華鏡、勝ったら万華鏡。 とつぶやきながら作業を進めていたのも微笑ましい。スタジオでは万華鏡を除いた長瀬廉が、うわぁ。と驚きの声を上げると、劇団一人らからも感動の声が相次いだ。結果は負けてしまったものの、番組の最後に山見さんから、これは持っててほしい、と希望していた万華鏡をプレゼントされた。今回の高橋の挑戦を通して、 万華鏡の芸術作品としての魅力を知った視聴者も多かったはず。きっと高橋にとってもアートへの好奇心を刺激する放送回になったのではないだろうか。執筆、構成イコールザテレビジョン編集部バラエティ班、高橋海斗の高は正しくは、はしご校